気になる。걱정되다신경쓰이다落とす떨어뜨리다転ぶ쓰러지다넘어지다구르다疲れる피곤하다脅かす깜짝놀라게하다위협하다最近よく物を落とすでしょう。それによく転ぶみたいんだし、多分ちょっと疲れてるんだっけ。立て。病院？ちょっと気になんのよ。ほら、最近よく物を落とすでしょう。それによく転ぶみたいだし。多分ちょっと疲れてるだけだって。でもね。あんま驚かさないでよ。保健師のお母さんにそんなこと言われたら怖いじゃん。いや、脅かすわけじゃないけど。まあそこまで言うならお母さんの顔を立てて病院行ってあげてもいいけど。本当？じゃあそうしよっか。その方が安心できるしね。大丈夫だよ、私まだ15だよ。お風呂開いたよ。入んなさいよ。はーい。病院？ちょっと気になんのよ。ほら、最近よく物を落とすでしょう。それによく転ぶみたいだし。多分ちょっと疲れてるだけだって。でもね。あんま驚かさないでよ。保健師のお母さんにそんなこと言われたら怖いじゃん。いや、脅かすわけじゃないけど。まあそこまで言うならお母さんの顔を立てて病院行ってあげてもいいけど。本当？じゃあそうしよっか。その方が安心できるしね。大丈夫だよ、私まだ15だよ。お風呂開いたよ。入んなさいよ。はーい。病院？ちょっと気になんのよ。ほら、最近よく物を落とすでしょう。それによく転ぶみたいだし。多分ちょっと疲れてるだけだって。でもね。あんま驚かさないでよ。保健師のお母さんにそんなこと言われたら怖いじゃん。いや、脅かすわけじゃないけど。まあそこまで言うならお母さんの顔を立てて病院行ってあげてもいいけど。本当？じゃあそうしよっか。その方が安心できるしね。大丈夫だよ、私まだ15だよ。お風呂開いたよ。入んなさいよ。はーい。病院？ちょっと気になんのよ。ほら、最近よく物を落とすでしょう。それによく転ぶみたいだし。多分ちょっと疲れてるだけだって。でもね。あんま驚かさないでよ。保健師のお母さんにそんなこと言われたら怖いじゃん。いや、脅かすわけじゃないけど。まあそこまで言うならお母さんの顔を立てて病院行ってあげてもいいけど。本当？じゃあそうしよっか。その方が安心できるしね。大丈夫だよ、私まだ15だよ。お風呂開いたよ。入んなさいよ。はーい。病院？ちょっと気になんのよ。ほら、最近よく物を落とすでしょう。それによく転ぶみたいだし。多分ちょっと疲れてるだけだって。でもね。あんま驚かさないでよ。保健師のお母さんにそんなこと言われたら怖いじゃん。いや、脅かすわけじゃないけど。まあそこまで言うならお母さんの顔を立てて病院行ってあげてもいいけど。本当？じゃあそうしよっか。その方が安心できるしね。大丈夫だよ、私まだ15だよ。お風呂開いたよ。入んなさいよ。はーい。